こんにちは。シゴスピチャンネルの管理人ことスピリチュアルの語り部天心です。シゴスピラジオはスピリチュアルにまつわるあんなことこんなこと、世の中にあるこんなことはスピリチュアルという視点で見たらどのような意味があるのといった内容で話していきたいと思います。今回のテーマはネタバレ注意、ブレードランダー2049、自我意識と霊魂ということでお送りしたいと思います。今回はね、映画シリーズということでちょっと映画を最近見まして、ブレードランナー2049と読むのが正しいんですかね。まあちょっとあれなんですけど、このブレードランナーっていうのは結構有名な映画でして、そのまあ続編にあたる、まあお話ということで、ちょっと最近こちらの映画の方を鑑賞いたしましたので、まあこれにまあ、ちなんだスピリチュアルな話をしていきたいと思うんですけれども、まあ今回例によって映画のお話なので、映画についての内容についてもどんどん触れていきますので、おそらく若干ネタバレ的なことが出てくると思いますので、この映画見ようと思ってたんだけどまだ見てないっていう人で、ネタバレは嫌っていう人がもしいらっしゃいましたら、まあ、ちょっと一旦止めていただいて見てから聞いていただくというのもいいかなと思います。まあ実際見てから聞いていただいた方が本当は今回の話も理解しやすいかなとは思うんですけれども、まあ別にネタバレ関係ないよという人はそのままお聞きになってもいいかなと思います。ということで、まあちょっとお話し進めていきたいんですけれども、まあ今回ブレードランナー2049ということでまあ、話していきたいんですけれども、その前にブレードランナーというお話をご存知でしょうか。これはですね、まあ、ハリソン・フォードという、まあ、結構有名なハリウッド俳優ですよね。もう結構有名すぎて結構今はね殿堂入りされているような方ですけども、まあ、この方が主人公のお話でして、まあ、簡単に説明するとですね、まあ、近未来の SF の、まあ、物語なんですけれども、まあ、ある未来に行くとですね、まあ、人造人間、まあ、レプリカントというふうに呼ばれてるんですけれども、人造人間が作られましてね、で人造人間がまあ人間の代わりにまあ労働力として投入されているという社会にまあなっているという設定なわけですね。でこの物語では、まあ、レプリカントというのは単なるその人造人間といってもいわゆるただのロボットではなくてですね、その自我を持ったまあ、ロボットなわけですね。まあ、ロボットというか、まあ、その人工的に作られた人間で、まあ、人工的に作られたから、まあ、いわゆる人間の通常のように父親がいて母親がいて、まあ、交配が起こって誕生するというプロセスではなくて、まあ、何らかの科学的なそのプラントのようなものところで、まあ、作られるということになるんですけれども、このお話のネックになるのはレプリカントというのは実は自我があるということなんです。なぜ自我があるかというと記憶があるからなんですね。でどういう記憶かというと、自分が生まれた記憶、両親がいた記憶、少年時代にこんなことがあった、あんなことがあったっていう、あるいは少女時代にこんなことがあったっていう記憶、そういうものが全部あるんです。つまり記憶までも移植されてるんですね。なのでレプリカントは自分自身のことが人間と変わりなく自我がある状態なんですね。だから非常に繊細な細かい、まあ、作業とかね、作業のもう単純な作業のみならず複雑なことも全部できる人間と遜色ないわけです。ただし人間ではないわけですよね。だっていわゆるそのお父さんがいてお母さんがいてその誕生したといういわゆる普通の人類の誕生の仕方をするわけじゃなくて、人間によって作られているわけですから、一応この世界では人間ではないという扱いなんです。ところが自我を持っているわけです。記憶があるからですね。で、まあ、自我の話を結構スピリチュアルの話として今までもしてきてるんですけども、自我を保つために何が必要かっていうと、まあもちろんその自我を統合する、自己と認識するための統合する力も必要なんですけども、それよりも増して、その統合するした時に自分が何者かであるかをこう決めているための情報ですよね。つまりこれは記憶ですよね。だ記憶がないと自我は保てない。つまりこの映画でいうレプリカントというのは、ね、自我を
科学的なテクノロジーで作り出すことができるようになったというねお話なわけです。で、まあ、物語としてはそのね、レプリカントがあまりにもその自我を持ってしまったかゆえに自分を人間だというふうに、自分も人間なんだと、ね、だって変わらないじゃないかと、まあ、見た目も人間なんですよ。 で記憶もあって自我もある。で自分は人間であった時の記憶もあると、ね、人間として生まれた誕生してきたという記憶まであるんだから自分は人間なんだという思い込んだレプリカントが人間社会に紛れ込んでいくっていう話なんですね。でそれを見つけ出してレプリカントをこう抹消する、まあ、殺すわけですね、ある意味のレプリカントを。でそれをレプリカントをこう、まあ、滅殺する役割を担っているのがブレードランナーというね、まあそういう執行機関の人間のことなんですけども、まあそれがまあ映画タイトルになってるわけですね。でまあ、ブレードランナーというのはそういう、まあ、レプリカントをこう、まあ、こう見つけ出して抹消するっていう、まあ、そんな話なんですけれども、その続編として、まあ、2049ということでその続編が、まあ、作られまして、まあ、そっちの話はというとですね、まあまあ、レプリカントが、まあこうね、あの人間の代わりにこういろんな仕事をしてくれるようになったと。だけれどもどんどんこうテクノロジーが発展していくとともに、そのレプリカントの数が足りないということになってくるんです。つまりレプリカント 自体をこう生産する生産能力も追いつかないと、ね、人類の方がどんどん増えちゃってて、ね、それにこう人類の代わりに働くためのレプリカントが少ない。でそこでまあ考え出されたのが、そのレプリカントがレプリカントを生むっていう、まあ、人間と同じようにですね、レプリカントがレプリカントを生み出すというね、そういうことはできないか、そうすればどんどんこう増えるんじゃないかっていうね、レプリカントが増えてって、で生産が追いつくんじゃないかみたいなことを考え出した、まあ、人が現れて、でもなかなかそれはうまくいってなかったんだけども、実はまあ一体だけそれを成功した事例がいるっていうことで、まあお話は進んでいくんですね。まあ今ちょっと究極的なネタバレをしてしまったんですけども、まあ要はそうなってくると、今まではその人間とレプリカントを分けていたのは、こうお父さんがいて、お父さんがいてお母さんがいて、その間に生まれたものが人間だと。でレプリカントは人間によって作られたものなんだ。そこの違いしかなかったんですね。自我は両方ともあるんですよ。レプリカントも自我があるし、人間にも自我がある。同じく自我はあるんだけども、ね、人間によって作られたものは人間じゃなく、レプリカントなんだ、あくまでという定義だったんだけれども、レプリカントがレプリカントを生んでしまうと、もうもはやそれは人間と変わらないでしょっていう、じゃあもう人間なんじゃないのみたいな話になってくるっていうのが、まあ、このブレードランナー2049のね、その、まあ、メインの、まあ、究極のテーマなのかなという感じなんですけども、結構まあ深い話ではあるんですね、うん、映画自体がね。で、まあ、まあ、自我というのは自我意識とスピリチュアルで呼んでいて、別の言い方、にぎみ玉と言いますけれども、で、自分が自分であるというふうに認識する。いうわけなんですけども、じゃあレプリカントはどうなんでしょうかと。自我がありますと、ね、じゃあ人間なのか、そういうふうに、まあ、その議論が進んでいくと思うんですけれども、これはスピリチュアル的に見ると、自我があったとしてですよ、やっぱりその人間とレプリカントは一緒なのかっていうと、僕はギリギリのところでどうなんだろうっていうね、やっぱりその疑問があるわけですね。それは何かっていうと、自我意識っていうのは確かに高度な魂ではあるんですけれども、さらに高度な魂に伏見玉とか幸見玉とかね、そういうものがあるわけですね。でそのレプリカントはとりあえずは自我意識がある、にぎみ玉があり、
で、そしてまあボディは人間と同じなんだから、まあ粗身玉もあると言えると思うんですけども、果たして串身玉と刺身玉があるかっていうところが人間とレプリカントを分けるところになるのかなと思うんですね。でまあ物語の中では、まあ、ちょっと難しい、まあ演技する俳優さんにとっても難しいところではあると思うんですけども、レプリカントを演じるっていうのは果たしてどういうふうに、まあね、考えられてたのかっていうのはちょっとわからないんですけれども、まあ映画を見る限りだと本当にレプリカントというのは人間と遜色ないから、もしかしたらば握り玉のみならず串身玉、刺身玉も授かって人間と変わらない状態になったのかもしれないというふうにまあ感じる部分もあるんですけれども、やっぱり人間かそうでないかの違いっていうのはやっぱり串身玉、刺身玉があるかないかっていうところかなと思います。っていうのは動物にも自我があるんですね。ね、動物にも自我があって、動物はだいたい握り玉、粗身玉でやや刺身玉があって、串身玉がちょっとかなり薄いというかないっていう感じなんですね。やっぱり一例子根といって串身玉、握り玉、刺身玉、粗身玉4つ揃って初めて人間ね、霊性を持った霊長類、霊長類としてのね、一番レベルの高い最高峰の霊長類としての人間なんで、そう考えるとレプリカントに串身玉と刺身玉が加わっていると考えるのであれば、レプリカントと人間に違いはないっていうふうに言えるのかなというふうに私は感じましたね。でまあ映画ではそのあくまで表面的なね、その人間から生まれ、その人間と同じような構造で生まれてくる仕組みを持ったらもう人間じゃない、人間なんじゃないかみたいなね、いう感じで、そこがすごく重要な部分として語られていたんですけれども、私はまあそこは重要じゃないんじゃないっていうね、あくまでそれは仕組みの問題なんであって、だからレプリカント自身がもう愛という愛の感情とかね、あるいは愛の感性、そういったものをもう覚え、そして高い高度な知性というものを理解できるようになっているのであれば、もうそれは人間として扱うしかないと思うんですよね。だからまあそうですね、このブレードランナー2049っていう映画を見てて非常に思ったのは、人間か人間じゃないかっていうね、差っていうものをやっぱりまだその形的な部分から入ろうとする、ね、見方っていうのがやっぱり強いのかなっていうね、まあ、そういう映画の話を見てると、私がもし同じようなね映画を、まあもちろん映画監督じゃないから映画は作らないんですけれども、だけどもし私がもしそういう同じテーマで考えるのであれば、人間とレプリカントを分ける、その究極の部分っていうのはそのシステムじゃなくて、その人の持つ高度な知性とか、あるいは刺身玉のね愛情の深い愛、そういうものが本当に理解できてるのかっていうね、そこじゃないかなっていうふうになんか思いましたね。なのでまあね、そういうレプリカントみたいなものが作られるという、まあだんだんね今の時代もクローン技術とかも進んでたり、 AI がどんどん進化したりとかね、非常にテクノロジーの進化っていうのは加速されつつあるので、まあそのブレードランナーみたいな社会が、ね、ある意味で訪れようとしているのかなっていうのもちょっと最近感じていますのでね、そうなった時に、人間と遜色ないぐらいの、あるいは人間より以上のね働きをするものを人間が生み出していくっていう社会は、まあ当然ねやってくる可能性が、可能性というかもうやってこようとしてるわけですけども、そうなった時に我々はそれをどう捉えていくのかっていうね、その辺のその考え方っていうものを
自分なりになんかこう持っておくっていうのはなんか必要になってくるんじゃないかななんてね思ったりしました。まあそんな感じで、まあちょっと今回はねブレードランナー2049っていうのを見まして、まあちょっと非常にね内容的に深いテーマだなと思ったんで、今回はラジオの、ね、ネタとして取り上げさせていただきました。ということで今回もシゴスピラジオをお聞きいただきましてありがとうございました。シゴスピラジオでは触れてほしいテーマ、スピリチュアルに関する質問などを募集しています。投稿先の詳しい情報は概要欄に書いてありますので、よろしければ読んでみてください。概要欄は、動画下説明書きのところになります。ブログ、ツイッターなどでも情報発信していますので、そちらもフォローよろしくお願いいたします。またシゴスピチャンネルのチャンネル登録もよろしかったらお願いいたします。ではまた次回のシゴスピラジオでお会いしましょう。さようなら。